皆さん、こんにちは。株式会社 JMAX 取締役上席執行役員の松井詰雄でございます。今回は2024年3月期中間決算についてご説明させていただき、その後事前に受付しましたご質問について回答をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは報告事項に従いましてご説明いたします。はじめに2024年3月期中間決算及び通期業績予想についてご説明いたします。まず主要客先であるホンダ関係における当社拠点別の生産状況についてご説明いたします。2023年度上期は日本においては ホンダの鈴鹿製作所、埼玉製作所の生産回復により生産台数は増加いたしました。中国においては、中国国内において電気自動車の需要が拡大する中、日系メーカーの販売が低迷しており生産台数は減少いたしました。タイにおいてはタイ国内の生産台数は増加しておりますが、樹出向け部品と 発電機等に使用される汎用エンジンについては生産台数は大幅に減少しております。トータルでの生産台数は若干の減少となっておりますが、中国とタイにおける減少影響が当社の収益に大きく影響しております。続きまして、2024年3月期、中間の連結業績についてご説明いたします。 2024年3月期、中間実績につきましては、売上高256億5300万円、前年同市販期11%増、営業利益1億700万円、前年同市販期87%減、経常利益マイナス7000万円、前年同市販期は 8億900万円の計上利益。親会社株主に帰属する市販機純利益。マイナス1500万円。前年同市販機は2億7400万円の親会社株主に帰属する市販機純利益となりました。それでは、業績の増減要因についてご説明いたします。まず売上面においては、

経常利益段階で8億7900万円の減益となりました。主な要因としましては、前期は神奈川田投資費用の未回収分の回収や、上海ロックダウン影響の特損への振り替え等の特殊要因があったことに加え、生産者種構成の変化に、変化を含む生産変動等の影響がマイナス方向に働きました。また、 労務費、経費等の固定費の減少や、要因適正化、生産性改善等の原価低減活動の施策効果がプラス方向に働くものの、前期特殊要因に加え、生産変動等の環境、外部環境変化が大きく影響し、結果としては現役になりました。続きまして、セグメントごとの業績になります。 j m ク x においては、主要客先の生産回復及び、原材料価格高騰による製品売価の増加等により、売上高は増加しました。また、増収の影響に加え、金型事業における原価低減活動の推進により、利益は増加しました。タイにおいては、主要客先の輸出向け自動車部品及び、 汎用エンジン部品等における減産影響を受けたものの、国内向け自動車部品及び金型設備等の販売増加の影響により売上高は増加しました。また、要因適正化等の低減活動を推進したものの、生産車種構成の変化等の影響により利益は減少しました。公衆においては、要因適正化に伴う 労務費削減等の原価低減活動を推進したものの主要客先の大幅な減産影響に加え前年同四半期は金型投資費用の未回収分の回収及び上海ロックダウンによる生産停止に伴う費用の特別損失への振り替え等の特殊要因があった影響により売上利益ともに減少しました武漢においては 生産性改善に伴う、労務費削減等の原価低減活動を推進したものの、主要客先の大幅な減産影響に加え、前年同四半期は、上海ロックダウンによる生産停止に伴う費用の特別損失室への振り替え等の特殊要因があったことにより、売上利益ともに減少しました。続きまして、設備投資の状況になります。 2023年度上期は連結で37億5600万円の投資を実施しております。主な投資は JMAX の岡山工場や広州の大型プレスライン、武漢のアルミ溶接設備等であります。また、2023年度通期では83億7000万円の投資を予定しており、下期においては 上木に引き続き JMAX の岡山工場や公衆の大型プレスラインに加え2025年稼働予定の復権新会社等における投資を予定しております。投資金額としては前期に比べ大幅に増加する想定ではありますが大半が事業規模拡大に向けた成長投資であり中長期的な企業の成長に伴う投資を 積極的に推進しております。続きまして、キャッシュフローの状況になります。営業活動によるキャッシュフローはプラス24億2500万円。投資活動によるキャッシュフローはマイナス17億2100万円。財務活動によるキャッシュフローはマイナス3億2000万円であります。 2024年3月期、第2四半期は、当初計画していた投資の見直し及び延期により、フリーキャッシュフローはプラス7億300万円となっております。続きまして、財務状況の推移になります。2023年度上期は、成長投資資金の借入金で充当した影響により、有利支負債が増加しました。 自己資本比率は前期から低下するものの41.1%で推移しており、全中長期で強化した財務体質を維持しております。続きまして、通期連結業績予想になります。業績予想については、最新の業績動向と前回公表したレンジの業績予想から 固定値の業績予想へと修正しております。売上高530億円、営業利益5億円、経常利益2億円、親会社株主に帰属する当期純利益マイナス14億円となる見通しであります。売上高については、日本における生産回復が 下期も堅調に推移する想定であり、当初予想値のレンジ内となる見込みであります。利益面については、対中国における生産減少の影響が下期も継続する想定であり、当初予想値の下限値に近い数値になる見込みであります。また、親会社株主に帰属する当期純利益については、後ほど説明いたします。 構造改革費用を特別損失に計上することにより、レンジ加減値を下回る見込みであります。続きまして、株主還元になります。現、中長期の配当方針としては、中長期1から2年目は、大型の成長戦略投資に伴う資金需要があるため、収益貢献、投資、資金調達及び、 返済等グループ全体のキャッシュバランスを考慮し、継続的に毎期増配することを基準としており、3から5年目は成長戦略による収益拡大に合わせ、配当成功20%を基準としております。講義の中間配当については、当初の計画通り9円としております。また予想については、 今期の業績は先ほどご説明しました通り、大幅な減益となる見通しではありますが、JMAX 単体の業績やフリーキャッシュフローの動向を考慮し、当初の計画通り9円としており、中長期の配当方針に沿って、継続的な増配を予定しております。続きまして、成長に向けた取り組みについてご説明いたします。 まずはじめに構造改革の実施について説明いたします。当社グループにおきまして、中国における新たな電気自動車メーカーの台頭や、タイ国内の自動車市場の低迷に等により、主要客先の生産が大幅に減少している状況であり、固定費負担増による採算性が悪化し、当社の経営環境は非常に厳しい状況となっております。 この厳しい経営環境の中、グループの持続的な成長を実現するため、市場環境の変化に耐えうる強固な収益構造を確立することを目的とした構造改革を実施することを決定しました。全中長期計画において、中国市場のさらなる成長等を見据え、生産体制の強化を図ってまいりましたが、中国において、 電気自動車の需要拡大に伴い、日系メーカーが不振に陥っている状況や、今後の市場動向等に鑑み、市場の変化に対応した既存事業のダウンサイジングを推進いたします。主な取り組みとしては、タイでは生産ラインの集約や内外作の最適化等生産体制の見直しにより、効率的な人員体制を確立いたします。 中国では希望退職者の募集に加え、客先の生産数に対応した生産設備の最適化を実施いたします。これらの構造改革で客先の生産台数が減少する状況においても収益を創出できるよう徹底的に無駄を省き、約6億円の固定費圧縮を図ります。現在、 構造改革の推進に伴う管理費用については、詳細を精査中ではありますが、多拠点を含むさらなる構造改革についても検討しては、検討しております。構造改革により、現在描いている中長期計画の成長戦略につなげるための取り組みであり、強力に推進していきます。続きまして、JMAX における 新規受注案件になります。JMAX はトヨタ自動車により2023年6月に発売されたアルファードベルファイアの部品を新規受注し量産を開始しました。当該部品は1180メガパスカルのスーパーハイテンボディ骨格部品をはじめ内装に取り付けられる振動対策のプレス部品であり、 車体の強度や軽量化に貢献しております。なお、アルファードベルファイヤーにおいては、部品量産のみならず、完成車メーカーであるトヨタ車体で使用する金型を製造しており、部品と金型の両面で同車種に携わっております。その他にも、トヨタ自動車販売車種では、クラウンスポーツ、レクサス NX 及び カローラ・クロスなど多岐にわたるカテゴリーの部品を受注しております。当社は今後もスーパーハイテン材加工技術を磨き、部品生産及び金型製造の両面で広範囲に営業活動を展開することで、ホンダ以外の多範拡大にも努めてまいります。続きまして、武漢丸順社における新規受注案件になります。武漢丸順社は 中国の電気自動車メーカーであるシャオポン記者よりミドルサイズ SUV G6 について当社初となるアルミ素材のボディ骨格部品を受注いたしました中国国内の自動車市場においては電気自動車の普及が急速に拡大し続けており新車販売における電気自動車のシェアは直近で30%を上回っております このような状況の中、日系の自動車メーカーのシェアが縮小し、中国現地の電気自動車メーカーのシェアが急速に拡大をしております。その中でも、シャワポーン記者は、リオとニオと共に自動車市場で台頭する三大新興自動車、電気自動車メーカーの一つであり、当社が受注しました G6 についても、 順調に販売が推移しております。今後、自動車においては鉄よりも重量の軽いアルミの採用が拡大することが想定されますが、当社としては鉄、アルミの両面で加工技術を有しており、中国で加速する電気自動車の需要拡大に合わせて、現地メーカーの受注拡大に努めてまいります。続きまして、 キャトルビジネスになります。当社は、電動化事業拡大に向け、キャトル向け受注の拡大を推進しております。まず、当社が現中長期で重要視するキャトルの概要についてご説明いたします。キャトルは、中国福建省にあります、世界最大級の車載電池メーカーであり、主力の駆動用バッテリー事業においては、 三元系とン酸鉄系の車載電池をそれぞれ開発製造しております。また、バッテリーのリサイクルを含むバッテリー材料事業、発電所や工場向けの蓄電システム事業等、幅広く事業を展開しております。キャトルの納入先は、中国国内メーカーをもとより、欧米及び日系の 世界的な主要メーカーが名を重ねており、車載電池のシェア率は直近で約37%と、グローバルシェアトップの企業です。日本経済新聞社の調査にもありますが、中国自動車部品メーカーにおいて、非常に競争力の高い企業として認識されております。当社として、かねてよりキャトルとの関係強化に努めており、 2 0 2 0年の取引開始よりバッテリーカバー等の多くの部品受注を獲得しております。2022年にはキャトル向け新型車種立ち上げのスピーディーな対応に向けて福建省に復建開発営業センターを開設しております。今後2024年には新プレスラインの導入稼働をまた2025年には 今年設立した復権マルジュンの稼働を予定しております。当社の電動化事業拡大に伴うキャトルとの関係強化は順調に進捗しており、キャトル向け売上高は現中長期最終年度の2027年度において、2023年度比約4倍の80億円を目指してまいります。続きまして、 公衆マルジュンにおけるステアリングハンガー部品検査のカメラ測定器の導入になります。ステアリングハンガーとは自動車のダッシュボード内にあるハンドルなどを支える車体機能部品であり、部品1台につき50箇所以上のボルトやナットが溶接されております。ステアリングハンガーの検査項目は各部品の欠品や位置ずれ、 溶接スパッタ等多岐にわたるため検査作業が作業者の能力に左右される状況でありましたこの度、ステアリングハンガーの検査にカメラ測定器を導入しましたステアリングハンガーの検査作業に加え検査後のパレットへの投入作業においても自動化をすることで品質保証能力の向上と生産ラインの精進化を達成しております 続きまして JMAX における精密部品の外観検査への AI 活用になります。精密部品は自動車のトランスミッション等の駆動部分を構成する部品であり、ボディ骨格部品に比べ製品精度や外観の要求が非常に高い部品です。そのため精密部品には細かい検査が必要となり、 先ほどのステアリングハンガー部品と同様に、検査作業が作業者の能力に左右される状況にありました。この度、備図部品の検査作業において、検査 AI 装置を自社で開発し、初めて実作業に導入いたしました。これまで検査作業にカメラ検査は導入しておりましたが、AI 検査では カメラ検査によるルールベースの検査ではない、い検査では発見しきれない合否の判断が困難な想定外の不具合についても検出することができるため、制度要求の高い精密部品の検査に最適であり、品質保証能力の向上と作業工数の削減を達成しております。今後、他の生産ラインへの展開に加え、ゆくゆくは 当社オリジナルの AI システムの商品化についても検討しております。続きまして、サステナビリティの取り組みについてご説明いたします。まず、当社が設定したサステナビリティの重要課題における紙機の推進状況についてご説明いたします。E、環境の領域については、CO2 排出量削減率では、 太陽光パネルの増設、風力発電設備の設置等、省エネ施策の推進により、2013年度対比で34.1%削減の状況であり、目標値の50%削減に向け、引き続き様々な施策を打ってまいります。S、社会の領域については、女性管理職数やプロフェッショナル人材数等、 の人材目標値については実績が少ない状況ではありますが、社内でのセミナー開催、監督職育成プログラムや階層別教育等、目標値達成に向けた様々な取り組みを推進しております。また、社内での SDGS セミナーや健康セミナー、その他イベントの開催により、健康管理の強化はもとより、職場をまたいだ、 コミュニケーションの活性化により、社内エン,エンゲージメントの向上にも努めてまいります。G、ガバナンスの領域については、社外取締役ミーティングの推進と、当社取締役会運営における適正性の確保に向け、3分の1以上の比率を占める社外取締役の意見を積極的に吸い上げ、 取締役会へフィードバックしております。当社は今後も引き続きサステナビリティにおける取り組みを通じ、持続的な企業価値の向上及び持続可能な社会の実現に努めてまいります。続きまして、サステナビリティにおける紙機の取り組み事例についてご紹介いたします。先ほども少し説明いたしましたが、 当社工場の南西側に小型風力発電設備を設置いたしました。発電した電力は、本社工場の夜間照明等に活用しております。また、j m a x 本社には、既に太陽光パネルを設置しておりますが、この度、太陽光パネルを増設いたしました。外あ海外3拠点を含め、 JMAX グループ全体において太陽光パネルの設置を完了しております。以上の取り組みにより当社は再生可能エネルギーの活用による CO2 排出量の削減に努めております。2030年度の CO2 排出量50%削減を目標に今後も環境負荷軽減に向けた取り組みを強化してまいります。最後になりますが、 当社 YouTube チャンネルでは株主総会及び決算説明会の情報を X ではサステナビリティにおける活動を中心に情報を発信しております皆様ぜひ一度ご覧くださいそれでは中間決算の説明については一旦終了させていただき続きまして事前に皆様よりいただいております ご質問について回答させていただきます。なお、ご質問を複数いただいております関係上、同様のご質問は内容をまとめて回答させていただきます。それでは、質問1、構造改革の内容効果は何か、また、構造改革に関わる費用は今期中に全て計上されるのかについてです。 当社は中国とタイにおける主要客先の大幅な生産減少といった外部環境の変化に伴う固定費負担増による採算性悪化の状況を受けてタイ、中国における構造改革を実施することを決定いたしましたその内容については先ほど説明させていただきました通りタイ、中国の案件のみならず他拠点を含めた案件も検討しており 抜本的な収益体質の強化に向けた取り組みを推進いたします。構造改革の費用については、現在精査中ではありますが、業績予想でお示ししました数値は、既存のタイと中国の構造改革費用について試算したものであり、新たな構造改革の取り組みによって変化する可能性はあります。現時点では、今期中に出し尽くし、 来期以降に効果を出す予定をしております。以上、質問1の回答となります。続きまして、質問2、中国の構造改革について、現中長期において特に強化するキャトルビジネスに影響はあるのかについてです。中国で構造改革を実施する要因は、現在の主要取引先である 日系メーカーの急激な生産減少に伴うものであり、現状の生産規模に見合った無駄を省いた高効率な生産体制を構築することで、当社の収益体質を向上させることが目的であります。キャトルビジネスについては、先ほども説明しました通り、今後の電気自動車の需要拡大に伴う 当社の成長戦略における重要案件と認識しており、構造改革の実施によってキャトルビジネスを縮小させることはありません。電動化部品の生産能力拡大やキャトルビジネスの強化等に伴う新プレスラインの導入と福建マルシュン生産拠点の設立等については、当初の計画通り手を緩めずに推進いたします。 以上、質問2の回答となります。続きまして、質問3。構造改革の実施により、中長期経営計画は見直すのかについてです。今期開示しました、2023年から2027年の中長期計画については、主に売上規模拡大に伴う成長戦略を描き策定をいたしました。ただし、 中国とタイにおける外部環境の変化によるこの度の生産減少については当社の想定以上の規模感で推移しており現状の当初の中長期計画において環境認識が大きく変化しております中長期計画については環境変化及び構造改革の効果等を含め現在内容を精査しており必要に応じて修正し その内容を開示させていただきます。以上、質問3の回答となります。続きまして、質問4、来期の業績予測を教えてほしいについてです。来期の業績予想については、現在来期計画を策定中であり、公開できる段階ではありませんが、外部環境としましては、 現状の中国とタイにおける生産減少が来期においても継続するものと想定をしております。ただし、来期においては今期下期に推進する構造改革が収益にプラス効果となって反映されます。来期業績予想についても計画策定後に開示をさせていただきます。以上、質問4の回答となります。 続きまして、質問後、今期の大幅な業績悪化に伴う経営責任についてどう考えているかについてです。これについては、何よりも業績収益体質の改善がマストであり、そのための構造改革だと認識しております。構造改革については、強力な推進力のもと、正域を設けずに固定費の削減を行い、 抜本的な収益体質の向上を図ります。この構造改革により、再三悪化の要因を解消させ、利益創出できる体質を確立することが経営責任であり、まずは構造改革の貫通に努めます。以上、質問後の回答となります。続きまして、質問6、株価状況についてどう考えるのか についてです。株価の状況につきましては、前期末の決算以降、下落傾向にあり、直近においても定例水準で推移している状況にあります。まずは、構造改革の貫通による業績の回復及び成長戦略を示すことが最重要であり、合わせてこれまで以上に積極的な IR 活動を継続して行っていくことで、 株価の改善を図っていきたく考えております。以上、質問6の回答となります。最後になりますが、質問7、今後の配当金等、株主還元について変更はあるのかについてです。配当金については、今期は大幅な減益となる想定ではありますが、JMAX 単体の業績や フリーキャッシュの動向を考慮し、中長期計画の方針に沿って、基礎計画通り、中間9円、期末9円の年間18円で計画をしております。ただし、中国とタイにおける生産減少と、中長期計画策定当初と比較し、外部環境が大きく変化している状況にあり、現在は来期計画を含め、 中長期計画全体についても精査をしている状況にあります。現段階においては、現中長期計画におし、にてお示しした配当方針の通りであります。以上、質問7の回答となります。ご質問の回答については、以上ですべて終了となります。それでは、以上をもちまして、 株式会社 JMAX2024 年3月期中間決算の説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。